ヒストリー A to Z。 この会社にこの人あり、この商品にこの人ありと隠されたヒストリーを掘り起こして紹介するコーナーです。さて松パパ、はいはい、今日のゲストさんにはどんな泣き笑いのドラマがあるのでしょうか。はい、ゆりなちゃん、バトンありがとう、うん、心の時代のビジネス成功の鍵はそこにハートはあるのか、その仕事にハートはあるのか、その商品にはハートはあるのか。ビジネスはエンターテイメント、筋書きのないドラマのようでもあります。今日ご紹介する方にはどんなヒストリーがあるのでしょうか。はい、今日のヒストリー A to Z はですね、美人さんがお二人、はい、目の前にいらっしゃいます。美女が二人も、はい、しかもビジネス情報番組なのにクラシックの音楽家のお二人なんですね。はい、こんにちは。こんにちは、初めまして、よろしくお願いします、はい、今日はですね、クラシックの音楽家で生田敦子さんと恵子さん姉妹にお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。美人姉妹でちょっと緊張しますよね。緊張してますね。前あの企画に参りましょう。はい、はい、あのですね、記録に参りましょうというかね、お二人はね異色の経歴、クラシックの音楽家さんなんですけどね、ちょっとね経歴が異色なんですよね。ね、そこらあたりは自己紹介兼ねて、はいはい、ちょっと教えていただければと思いますが、はい、姉の生田敦子です。日本で実は音大は出ていませんね。普通の大学、一般大学で文学部を卒業した後、スイスの方で10年以上演奏家の職業訓練を受けて帰ってきてちょうど1年ぐらいなんですけれども、妹の恵子です。私は音大ではなくて教育学部なんですけども、音楽科を出てます。また違うよね。そうですね、違うところからね。昔から音大っていうか可愛らしい女の子チックな格好が嫌いで、なのでこう音大ってそういう集大成みたいな感じがするキラキラのキラキラのが嫌だったのでちょっと坂に似合わないだけなんだね。二人ともねスラッとしてね、背が高くてね、確かに妹の恵子さん、ボーイッシュな感じ。そう、そうですよね。なんか今ちょっとちらっとね、僕今聞き逃さなかったんですけど、向こうで音大で職業訓練を受けてとかっていう言い方をされたのがちょっと今気になったけど。そうですね、日本の音大の、私たちも行ってないので私の場合イメージですけど、うん、大学ですごくお勉強するっていう感覚のものに思えたんですね、うん、ですごく閉じこもってピアノなんて白と黒の鍵盤にずっと向かいきりで部屋にこもりきりで、もともと視野幅10センチの石頭と言われてたのに、このまま視野を広げずにそういう世界にこもってしまって人としていいのかって思ったのはあったんですけども、うん、で向こうの音大にもともと直接行きたかったっていうのは、向こうの方がクラシックの音楽っていうのをお勉強の集大成っていうよりも本当にワンのエンターテインメントとして捉える文化っていうのがあったので、であちらでの勉強っていうのも勉強っていうよりも本当に実利的な職業訓練を受けたっていう感じでしたね。なるほど。学者じゃなくてエンターテイナー。エンターテイナーね。ああ、だからじゃあそういうエンターテイナーを養成する機関というか、なんかそんな感じでした。うん。だからこう実地で、うん、本当にお客様のためにお客様に楽しんでいただいてなんぼなんだなっていう、うん、そういう哲学じゃないですけど、そういう感覚をすごく勉強する機会がありましたね、うんうん、あなるほど、そうですね。恵子さんは向こうの学校とかに行って、そうですね、大体同じ感じなんですけど、うん、やっぱり実利的に、うん、どう役に立って外に発信していくかっていうのをやったっていう、日本の学校でも勉強してたんですけど、うん、やっぱりこうお勉強で先生に教えていただくみたいな感じがあったんですけど、そうじゃなくてこう何て言うんだろう、中から自分の中から外に出していくみたいなものをこう引き出してもらうみたいなのが、うん、向こうの方が多かったかなと思いますけど、やっぱりあれですかね、なんかこう先生と生徒の関係とかもちょっと違うのかしら。そうですね、なんか先生様っていうより、うん、
まあ、先生もちろん先生のタイプにもよるんですけれども、うん、ご自身がきちんとキャリアを積んでらっしゃる先生であればあるほど、うん、先生というよりもあのキャリアが先に行っている人が、うん、あの若いキャリアが浅い後輩に自分の経験値を伝えていくっていう感じで、あの、うん、先生と生徒というよりもあのキャリアの先の人と浅い人だけれども同僚っていう扱いだったんです。だからあのこう本当に寺子屋式に伝授されるというか、もう経験を伝えてもらっている、その経験を本当に盗んで実地で生かしていくっていう感じでしたね。ああなるほどね。なんだろうあのほら僕らからするとクラシックってすごい高尚な感じですよね。ね、すごい感じがね、やっぱりこうすごく品位が高くてっていう感じがするんだけど、でも本当にクラシックって楽しむためのものなんだなっていうのをすごく感じたんですね。あの聞きにいらっしゃる方も、もうエルビス・プレスリーだろうがモーツァルトだろうが全部同列で楽しんでくださるし、そのでコンサートっていうのもやっぱもっと日本よりもずっと身近にあって、規模の小さいものから大きなものまで、で私たちが一番楽しんだのはやっぱオペラなんですけれど、うん、日本だともうそれこそものすごい値段で、そうですよ、すごいですね、リッチな見え方しか行かれないという感じですけど、向こうは特に学生、音楽学生とか、まあ、学生全般に対するその文化的な活動に対する補助援助っていうのがすごく充実しているのもあって、日本だと5万6万するようなオペラを本当に日本の映画値段で素敵、気軽に鑑賞できたので行きまくりましたね。あいいよね。だからクラシックも含めてね、なんか普段に僕らが普通になんかこう音楽を聴くのと同じように、そうなんですよ、本当に生活の中に入っているというかですね。でもそんな2人が17年間、お姉さんが15年、あつこさんが15年、結構は8年です。8年、それでも8年も。そうです、うん、で、日本につい最近、そうです、帰ってこられた、はい、帰ってきて1年ちょっとですね。うん、じゃあその、何か展望とか、ごめんね、言い方悪くて野望とかクラシックの人にね、とか、でもね、すごいフランクな方々で、すごいね、お友達になったんですよね。はい、うん、そうそう、ね、ちょっとそこら辺聞かせてほしいかなと思う。あの向こうにいる時からそうだったんですけど、うん、こうクラシックの世界にもともとそもそも普通に音大行かなかったぐらい、クラシックっていう、こうすごい狭い枠の中に閉じこもってしまうのが嫌で、うん、っていうのはこう音大出て勉強が終わってからの人生の方がずっと長いじゃないですか、うん、そこでずっと自分を成長させていくのってどうしたらいいのかって考えた時に、やっぱ常に自分を磨いていきたい、向上していきたいと思った時に、何が大事になってくるかというと、やっぱりものすごく人との接触によって得られるし、あのこれは父のよく言っていることなんですけど、人生がどれだけ豊かかっていうのはどれだけお金を稼いだかだけじゃないんだよ、あの一番大切なのはどれだけの人に出会ったか、どんな人に出会えたかなんだなよっていうのをよく言ってたんですけど、本当に自分がそれなりの年齢になってきて、人と出会うということがどれだけ大きいか、人と接触するっていうこと、それは本当に国籍もジャンルも問わないんですよね、うん、でなんか一加減のある人っていうのはやっぱり人として魅力的で、それが仕事ぶりに全部出るんです、うん、だから自分もこうパーソナリティを魅力として外に出せるように、人間の腕もですけど、まず人間をやっぱり磨いていきたいし、うん、そういう接触を、うん、国籍ジャンル問わないいろんなところと接触していく方向で、うん、クラシック音楽を普及させるっていうことなんですけど、こうクラシックの中に閉じこもるんじゃなくって、いろんなジャンルとコラボレーションしたりっていう形で間口を広げていく方向で活動したいなと思ってます、うん、ああそうですよ ね、いろんなね、こうね、例えば、ね、日本のねこう和の楽器もそうかもしれませんし、うん、いろんなジャンルとかね、うん、国籍の人とね、あと仕事もね、うん、ね、やっぱり音楽家の方だけじゃなくって、そうなんですね、いろんな、うん、なんだろう、アーティストの方々とコラボレーションするっていうね。音楽だけじゃなくて、いろんなアーティストっていうか、いろんな芸術も噛んでいけたらいいなと。そうですよね、なんかすごい目から鱗ですね、うん、私もずっとちっちゃい時からクラシックのピアノをやってたんですけど、あ、そうですか、その楽しむっていう感覚がなかったので、ピアノね、毎日練習してたのね、なんかお稽古とか、ね、習い事から、ね、こう上がってきてる感じもありますよね、
そうです、だから職業にしてる人って要するに私もそうですけど、うんうん、あの弾くことが苦じゃないです、うんうんなるほどね、そう楽しんでることを、うん、人生楽しんでる人同士で人生で楽しんでよ、生きていくと楽しんでよっていうことを発信していきたいなっていうのが、うん、あります、ね、こうやっぱりねこういう考えでね、うん、やっぱりこうクラシックもどん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 こう進化していろんなジャンルとコラボレーションしてね、だからこう身近にこうだんだんなってくる、はい、少しずつそんな気配もありますけど、うん、ね。でも知ってますよ、ね、近々ね、やっぱりいろいろこういうコラボレーションのイベントも終わりなんですよね。はい、いろいろ試んでいます、ね、まあ、いろいろ話も聞きたいんですが、そこら辺のインフォメーションもちょっと教えていただければと思います。はい、はい、来たる4月21日木曜日夜19時開演で、南麻布セントレホールっていって広尾駅から歩いて6分ぐらいの都心のすごくいい場所にあるんですけども、そちらで私と妹の稽古ヤノデュオ A&K のヤノデュオリサイタルを開催します。で、このコンサートただピアノだけではなくって、うん、司会とナレーションを、俳優の江藤潤さんが一緒に共演してくださることになって、ね、本当にたまたまだったすごい、ね、俳優の江藤潤さんが、司会と、司会だけ、後半にサンサンスの動物の死に臭いっていう組曲やるんですけれども、うん、これもともとフランスの曲で、フランスの詩人が各曲動物をかたどった曲なんですけど、それに詩をつけているので、そのテキストの日本語訳をあの俳優さんに、プロの俳優さんに読んでいただきながら、あの演劇、半演劇形式で上演します。すごいね、全部で14曲あるんですけど、その合間合間にお話が入ってくる感じなので、なるほど ね、 ね、やっぱりこうやってね、ね、こう俳優さんとコラボレーションしたりとかね、いやー、やりますね。で、さらにコラボレーションがその後のパーティーなんですけど、あのこれもたまたま出会った美味しいワインを輸入、岩ワインの輸入を扱ってる方と出会って、あのコンサートって、あといらしてくださった方とゆっくりお話しする時間って普通のコンサートだとなかなかないんですけれど、ね、うん、私たちが本当に人に出会って変わったように、うん、コンサートにいらしてくださる方がコンサートあのネタに、一堂に会した時にお互いにもこうコミュニケーションを取っていただいて、お友達作っていただく新しいあの人と出会っていただく機会っていうのをコンサートを通じて提供できればいいなっていうのもあって、パーティー付きのものを企画してみました、はい、いやー楽しみですね。これで曲目もね、まあ、そこ行こうかなと、そうです、ね、みんなが知ってる曲だしね、はい、はい、ね、4月21日南麻布セントレホールで、ね、生田敦子さん、恵子さんのピアノデュオリサイタル、ね、江藤潤さんをお迎えしてとあります、ね、皆さん、ね、ふるってご参加いただける。でもこれちょっとね、少人数しか、ね、限られた人だけどね、なので、ね、お早めになってからですよね、はい、Facebook でデュオ A&K で検索していただくと、コンサート情報なども出てくると思いますので、はい、たくさんの方と友達になれたらと思います。はい、ありがとうございました。はい、今日は、ピアノアーティストの、生田敦子さん、恵子さんにお越しいただきました。ではですね、今日の曲はお二人の曲ですね。はい、フィナーレ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。